我が名は、小学生は、2011年1月26日に、グロリヘブンから発売されたシングル。兄弟曲、我が名は、小学生は、テレビアニメ、三つどもえ増量中、の、オープニングテーマとして使用される。楽曲自体は、アグレッシブかつハイテンションなポップチューンに仕上がっている。また、歌は、アニメ第一期のオープニングテーマ、三つ数えて、大集合。 と同様に、作中で丸い三葉、丸い二葉、丸い人を演じる、高垣綾日、明坂里美、戸松春香が担当している。丸い三姉妹目にでの CD リリースは、前作、まさか三乱星から約4ヶ月ぶりであり、本作で3作目となる。カップリング曲、我が名は、チェリーボーイは、矢部悟志役の下野博が担当しており、三つどもへ、 インニコニコ生放送生窓萌え第4回にてゲヤ、自身が即興で歌ったオリジナル曲をもとに、前山田健一が、矢部のキャラクターソングとして、伴奏をつけ、編曲、作詞を行ったものである。ジャケットイラストには、丸い蜜葉、双葉、一葉の周囲に6年3組の生徒の顔が、プリントされている。2011年2月7日付の、 オリコン週間シングルチャートで49位を獲得。丸い3姉妹名義の作品の中では、3つ数えて、大集合、についで2番目の売り上げを記録した。また、三つどもへ増量中、の各局では、一番の売り上げを記録した。2011年2月7日付のビルボードホットシングル、セールズで49位、ビルボードホットアニメーションで19位を獲得した。また、 ビルボードホットアニメーションチャートに三つどもえ関連の楽曲がランクインするのは初である。我が名は小学生3時56分我が名はチェリーボーイ3時48分我が名は小学生我が名はチェリーボーイ。ありがとうございます。